ブラックプリンス不評戦車は、チャーチル不評戦車の試験開発型の一つ。車体を大型化し、オードナンス QF17 ポンド砲を装備したものである。本社の名称は14世紀の著名な人物、エドワード・クロ大使にちなんでいる。本社の正式な故障は、タンク、インファントリー、ブラックプリンスで、A43 は、参謀グループの使用番号である。非公式には、 スーパーチャーチルとも呼ばれた。ブラックプリンスは開発のベースとなったチャーチルと同様に不評戦車の系列を継いでおり、不評の近接支援を意図していた。またイギリスは並行して巡航戦車を開発しており、これはより機動力のある運用を基としていた。ブラックプリンスはチャーチルと同じくボックスホールで設計された。全長はチャーチルの点四四メートルに対して、 ブラックプリンスが8.81メートル、全幅2.74メートルに対して3.44メートルと一回り拡大されている。前高は低く抑えられ2.7メートルであったが、重量は10トン増加して約50トンになり、それに合わせて離体幅も広くなった。足回りの回収も行われ天輪が片側一つずつ追加された。戦争中、巡航戦車の系列は、 クロブウェル巡航戦車やチャレンジャー巡航戦車の派生型である17ポンド砲を搭載の車両に発展し、最終的に17ポンド砲を搭載したコメット巡航戦車が開発された。これらはチャーチル不評戦車のように重装甲ではなく、巡航戦車の系列はコメットで最後となった。代わって主力戦車の系列が新設され、最初の主力戦車として、 センチュリオンの開発が始まった。ブラックプリンスはセンチュリオンと並行して試作されたが、同じ17ポンド砲を装備しながらも機動力に勝るセンチュリオンの方が有望視されていた。センチュリオンが実戦試験のためにドイツへ急走された間に、ブラックプリンスは6両の試作車両が完成したに、過ぎない。ドイツ降伏後の1 9 4五年五月三十日。 ブラックプリンスの生産は中止され、センチュリオンの生産に注力することになった。ブラックプリンスの開発中止により、チャーチル不評戦車の改良作業は終了し、不評戦車の概念も終わりを迎えた。イギリスのボービントン戦車博物館には、ブラックプリンスが一両展示されている。ブラックプリンス不評戦車の試作一号車、側面写真、ありがとうございます。